はい、では行きましょう。続けて。2本目です。星降るではを取りに一度グランバニアに戻って。で、みんな255にな、ちょっと、なって。頼む。よし。これはもう OK ですね。儲けもんでしたね。あと2週間ちょいか、早いな。逃げるな、逃げ、2週間ちょいですよ。いや、これアップしてる頃年越えてるな。受けましておめでとうございます。去年はどんな1年でしたでしょうか。逃げるな。12月13日のテンションで喋りますけどね。まだクリスマスもまだですし、もちろん年越し超えてないですね。2018年ですし、やっと最近寒くなってきたっていう、そんな時ですよ、まだ。逃げるな。よし。ちょっと早くぶっつんしてほしいな。ねえ、ね、なんとかはぐれをね、はぐれが起き上がってほしいんですけどね。今まで裏技ではぐれをね、起こしたことはあるけど、自力では起こしたことはないですね。はぐれとメガザルロックがないんですよね。ナイス。いや、そういう時じゃないんだって。まあいいけど。起き上がってくれんのかな。起き上がってくれるんだったらいいけど、本当に起き上がってきたことがないので、起き上がってくるっていうところが想像できないんですよね。果たしてどうなんでしょうか。今回起き上がってくるのか。その前に倒さないといけない。最初って何倒したっけ？何で仲間になったっけ？スライムだっけか。スライムとかブラウニーとか、ああいうとこを倒してたんじゃないかな。スライムナイトとか、ドラゴンキッズとか。何いたっけな。魔法使いとか、イエティ、ドラゴン、言った。ダンスニードル、
ドラキ言ったってな、ドラゴンキッズ、爆弾ベビーでしょ、あと、何だっけな、メッサーラでしょ、ミニデーモン、アームライオン、ネーレウス、海のジジイね、ゴーレム、エリミネーター、キングスライム、ベホマスライム、スライムベホマズン、ケンタラウス、何だっけな、クックル、あとあの、ビッグアイでしょ、ホイミスライムでしょ、泥人形、キメラでしょ、爆弾岩、アークデーモン、ボトル宝石、あと何だ、ホークブリザード、ソルジャーブル、ミニデーモン言った、オークキング、あとは、キラーマシンは仲間にしてない。あいつよ。いやー、出てこない。今仲間にいる？アンクルホンじゃないの。ラスダンとかにいるあいつ。出てこないわ。なんだっけな、あいつ名前出てこないな。なんか赤いやつ、赤目のやつ、赤目っていうか、まあメッサーラみたいに赤くないけど、なんか赤いやつ、なんか呪いやってくるやつ出てこんな。誰だっけな、あいつ。ソルジャーブル言ってシュプリンガーでもないんですよ。シュプリンガーは言ってないけど、シュプリンガーあたりと出てくるさ、あのラスダンとかあの裏のダンジョンとかに出てくるあいつわかんない。誰だっけな。呪いとかかけてくるんですよあいつ。後で調べればいいや。もう絶対出てこないでも。ドラゴンマットですね。ここの入り口のところにいる。でしょ。あとは、何だっけな。とは、そうも言ったかな。全部言ったくさいですね。いや、わかんないわ。もう思い出せないやつで全部な気もする。もう思い出せないのはしょうがないです。もう思い出せないから。ちょっと待って、シンバ誰よ、アームライオンか。こんな後で行けばわかるけどさ、そのための時間じゃないからさ。いや、出てこなくなっちゃいましたね。過去のモンスターを喋っている輪に間に割って入れないと思って遠慮しているのか。はぐれメタルよ、出てきてもいいんだよ。出てくることを待ちながらこっちは喋ってるんだよ。
出てこないから喋ってんだよ。出てこないから困って喋ってんだよ、こっちは。違うんだよ。メッサーラは空気読まないな。メッサーラとミニデーモンとメイシキメラは何回も出てくるな。ダックカイトも我が我がっていうのはダメだよ。違うんだよ。空気を読みすぎているはぐれメタルなんだよ。そうだよ、そうだよ。かかったな。どうしようもないですもんね。出てきても倒せるわけじゃないから、いや、なかなか大変ですね。まあしょうがない、まあしょうがないですもんね、はぐれはね。ほどしか倒してないけど、不作かい今日。前回も言うほど倒してないよ。なんか5、6匹倒してた時もあったんだけどな。星フル持ってきたのにな。出てこん、出てこんよ、頼むよ。はい、倒させて。ナイス、起き上がってこい。難しいな。おい。お、あの、そうそう。あ、OK。うん。まあいいよいいよ。悪くない。お、いいね。お、いいね、いいね。輝く息か。強いっすね。で、50も上がるし、MP だけど。こんな成長するんですね。ぶっちゅんしろ。ナイスぶっちゅん。確率が上がったな。起き上がる方は上がんないけど。うん。いい感じですね。そろそろ終わりかな。3本目を取らないといけないので、時間きっちりで終わろう。次の演歌で終了にします。
では、出なかったということで、ご視聴ありがとうございました。